世界は今、気候危機、パンデミック、ロシアによるウクライナ侵略、といった複合的な危機に直面をしています。こうした中、基本的な価値を共有する G7 は国際社会の重要な課題に効果的に対応し、世界をリードしていかなければなりません。3日間にわたる率直な議論を通じ、 G7 の揺るぎない結束を確認し、国際社会が直面する諸課題の解決に向けた我々の断固たる決意を、この広島の地から共に強く発信していきたいと思います。はい、ありがとうございました。